剣王寺、剣王、斎明天皇四年は、飛鳥時代の皇族。天寺天皇御子、皇玉、斎明天皇皇孫である。話すことが不自由で溶接したが、斎明天皇の調和を受けたことが知られる。日本初期、天寺天皇七年二月上によれば、剣王寺は、お主婦の後すなわち話すことが不自由であったという。遡って、書明天皇四年五月上によれば、 最明天皇皇孫の剣王は8歳で皇居し、今、上野の上に上がりを起こし収められた。その際に、天皇は深く悲しみ、将来的に自らの三笹への合奏を命じると、共に、次の歌三首を読んでいる。また、同書同年10月上においても、最明天皇は、紀本党において、剣王を強くし、次の歌三首を読んだと見える。天智天皇には、男子が少なく、王寺は、 好位継承者として、有力な血統、地位を有したとされる。オチミカゲじ領、うりょう、剣王母補、ひさよしこは、宮内庁により、奈良県高市郡高取町大和座詐に、あるだて応募に事情されている。斎名天皇、橋人王女のおちみカゲじ領との合葬両母で、宮内庁上の形式は延休。遺跡名は、車木まき剣王子ふただし、文献上ではだてみこの墓の所在は、 必ずしも明らかでない。前述のように、日本書紀によれば、斎明天皇は立て子を、自身の三先に合葬するよう命じているが、同書天智天皇6年2月27日上では、斎明天皇、橋人王女を称し、岡上漁に合葬して、両前に大田王女を埋葬したとあるものの、剣美子の合葬に関しては、記述がなく、問題を残している。一方、 上がり塚が起こされたという今期については、安倉古墳は7世紀前半頃の築造と推定される円墳で直径約15メートル、高さ約4メートルを測り、横穴式石室が南に開口する。石室規模は次の通り、石室内には組合式石管が据えられたと見られ、副葬品として琥珀玉が検出されている。この保久吉古墳を建て巫女の上がり塚に否定する説は、 古くは、江戸時代中期の、山都市の、県大上がり塚の記載まで遡り、明治以降も、山都市料に、県、湯葉大上がり塚と見え、現在まで伝承されている。なお、その他に、今木を、御所氏古瀬に否定する説、蘇我川上流に否定する説がある。日本書紀にはだて美子の埋葬に関する記述がないほか、母の落ち娘は、大化5年に、 蘇我倉の山田石川のマロの死を知って、憂い死した、蘇我作り姫と同一人物とされ、また憂い死したのを、落ち娘自身とする書伝もあることから、落ち娘は伊達巫子の聖母になり得ないとして、巫子の実在性も含めて、説話自体を疑問視する説がある。安倉古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。